第一页的地方是他把假设性、假设的条件还有确定的条件。下一集，温泉旅行のお土産は何がいいですか？温泉旅行は何がいいですか？温泉旅行のお土産は何がいいですか？温泉旅行のマミーさん、何をいいですか？そうですね。もし巻き猫があったら買ってきてください。もし豆の木に猫があったら買ってきてください。如果有这个东西的话，请买回来。もし巻き猫があったら買ってきてください。もし招き猫があったら買ってきてください。好，那填错是因为可能这个意思的关系。他问说，我要去温泉旅行，那お土産的话你要什么？你要选什么？哪里がいいですか？是你要选什么？B 就想了一下，そうですね。思考。もし巻き猫があったら買ってきてください。好，如果有招财猫的话呢，请你买回来。ね、田中さん、今日は元気がありませんね。田中さん、今日は元気がありませんね。田中さん、今日は元気がありませんね。田中さん、今日は元気がありますね。体の調子が悪かったら書いてもいいですよ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 。田中，你今天很没有精神耶。啊，如果身体不舒服的话呢，你可以回家。好。さ、納豆を嫌いだったら食べなくてもいいですよ。納豆嫌いだったら食べなくてもいいですよ。納豆嫌いだったら食べなくてもいいですよ。納豆嫌いだったら。啊，纳豆如果讨厌的话，可以不要吃。有，今度の日曜日天気いい天気だったら山に行きましょう。今度の日曜日いい天気だったら山へ行きましょう。今度の日曜日いい天気だったら山へ行きましょう。今度の日曜日いい天気だったら山へ行きましょう。下个礼拜天好天气的话呢，我们去山上吧。明日都合がよかったら遊びに来てください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 。好，明天如果时间方便的话呢，请过来玩。要不，山田さん、コーラを買ってきてください。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 コーラがなかったらどうしますか？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 三点、请买可乐过来。あ、如果没有可乐的话要怎么办呢？七、忙しかったら行ってください。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 手伝いますよ。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 ありがとうございます。
ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。好，如果忙的话呢，请说，我会帮忙哦。有有的话是提醒对方。啊，谢谢你，阿吉。富士山の写真を撮ったら見せてください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 。いいですよ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 。好，如果拍了富士山的照片，请给我看。好，没问题。Q。日本では二十歳になったらお酒を飲むことができます。日本では二十歳になったらお酒を飲むことができます。好，我刚念的是上面的，对不对？好，现在念下面的，两个都可以。日本では20歳になったらお酒を飲むことができます。日本では20歳になったらお酒を飲むことができます。嗯，在日本嘛，20岁之后呢就可以喝酒了。就その本読んだら貸してください。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 いいですよ。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 那本書看過之後呢、請借給我。好、沒問題。好、這邊請同學那個檢查一下、然後順便兩個練習一下。電車に間に合いますか？明日は5時の電車に間に合いますか？
電車に間に合いますか？いいえ、走っても5時の電車に間に合いません。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 如果用跑的话呢，可以赶上五点的电车吗？不，就算用跑的也赶不上五点的电车。三，家賃がもう少し安かったらこのアパートを借りますか？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 好，那个こののアパートを借りますか？这个お，如果你写原来的お也是可以，但是呢，拼否定的时候，我们用哇会比较自然一点，就是再便宜这间我也不会住，用哇哈。いいえ、家賃がもう少し安くてもこのアパートは借りません。どうぞ。いいえ、家賃がもう少し安くてもこのアパートは借りません。家賃がもう少し安くてもこのアパートは借りません。いいえ、家賃がもう少し安くてもこのアパートはありません。如果家賃、如果租金再便宜一点的话呢，你会租这个公寓吗？不，就算家賃再便宜一点，这个公寓我也不会租。有先生にテストの問題を聞いたら教えてくれますか？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 食べます。
啊，但是如果你完整的回答，伊的就是都小夫妻是的都给给来呢，他别莫弄，这么他别把事。伊的就是都小夫妻是路都给给来呢，他别莫弄，这么他别把事。如果跟上司一起用餐的时候呢？哦，如果是讨厌的食物，你就不吃吗？不会，我跟上司用餐的时候，就算是讨厌的食物呢，我还是会吃。老哥，他那就到小夫妻你带来他的第二个人，他那就到小夫妻你带来他的第二个人。他那就到小夫妻你带来他的第二个人。他那就到小夫妻你带来。払ってあげる。彼女と食事に行っても払ってあげない。彼女と食事に行っても払ってあげない。为什么用因为普通型。彼女と食事に行っても払ってあげない。彼女と食事に行っても払ってはい。如果你跟女朋友去用餐的话，你会帮她付钱吗？不会。就算跟女朋友去用餐，我也不会帮她付。ナナ、お金がたくさんあったら幸せになることができますか？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 いいえ、お金がたくさんあっても幸せになることができません。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 好，如果有很多钱的话就能够幸福吗？不会。就算有很多钱也不会幸福。はい、待ち。部屋が寒かったらヒーターをつける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 。寒くてもつけない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 。房间如果冷的话，你会开电热器吗？不会，就算冷我也不会开。Q， 好，第三页的，这边等一下回来我要带一点点那个，就上礼拜教的27个的可能性，这边有很多是18个，你就可以加不懂噶那地方是有没有？等一下就练习一下，给你变换27个的句型，比方第9题也是。男の人だったらこの荷物を持つことができますか？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 いいえ、男の人でもこの荷物を持つことができません。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 な、休みが長かったら海外旅行したいですか？休みが長かったら
海外旅行をしたいですか？休みが長かったら海外旅行をしたいですか？休みが長かったら海外旅行をしたいですか？いいえ、休みが長くても海外旅行をしたくないです。いいえ、休みが長かったら海外旅行をしたくないです。いいえ、休みが長くても海外旅行をしたくないです。いいえ、休みが長くても海外旅行をしたいあ、弟弟是假期如果长的话，你会海外旅行吗？不会，假期再长，我也不会那个海外旅行。第九题是，如果是男生的话，这个东西他就拿得动吗？不，就算是男生，这个东西他也拿不动。好，十一就一句，60歳になったら仕事を辞めますか？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 いいえ、60歳になっても仕事を辞めません。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 啊，那个到了六十岁之后呢，你会把工作辞掉吗？不会，就算到了六十岁，我还是不会把工作辞掉。有你，コーヒーを飲んだら寝ることができませんか？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 いいえ、コーヒーを飲んでも寝ることができます。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 日本は台風が来たら会社が休みになりますか？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 いいえ、日本は台風が来ても会社が休みになりません。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 好，今天的话是日本，如果台风来的话呢，公司会放假吗？不会，日本是就算台风来了也会放假。那十二题的话是喝了咖啡之后你就睡不着吗？不会，就算喝了咖啡我还是睡得着。就有結婚したら女結婚したら女の人は名前を変えなければなりませんか？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 いいえ、結婚女の人は結婚しても名前を変えなくてもいいです。あ、すいません。いいえ、好、我把它换了嘛。いいえ、結婚しても女の人は名前を変えなくてもいいです。いいえ、結婚しても女の人は名前を変えなくてもいいです。いいえ、結婚しても女の人は名前を変えなくてもいいです。いいえ、結婚しても女の人は名前を
对是。好，如果结了婚之后，女生的话需要变那个换那个名字吗？好，应该是姓啊。啊，姓对。他说不用，就算结婚也不用，对不对？女生的话也不用，对。但是这个是在台湾，在日本的话一定要换。在日本一定要换。然后那个我们有学校有一个日籍老师，在端午节的时候跟我一起才跟我提一件事。他说65岁之后，他想要换台湾的先生的姓。不是，因为他现在是还拿日本护照啊，虽然他结婚了。我说啊，你为什么想要换？他说65岁，台湾的福利很好。你也知道换户籍吗？他可以拿到这个身份证。没有，人家还是喜欢那个日本国籍的。可是65岁以后就不一定。我说对耶，我也一直在期待65岁可以到来，我可以坐高铁去上学。真的，没有，就很多人会怕65岁，对不对？那我也是很开心在等65岁。啊，那个老师也是啦，哈，啊，자주고차스가따라外国に住みたい。チャンスがあったら外国に住みたい。チャンスがあったら外国に住みたい。チャンスがあったら外国に住みたい。チャンスがあっても外国に住みたくな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 い。如果有好的机会的话呢，チャンス我有讲过是良好的机会，对不对？機会的话，机会日文式的機会是一般的机会，那チャンス是良好的机会。所以如果你有良好机会的话，你会想要住在外国吗？不会，就算有这个机会，我也不想住外国。那因为是普通型的问句，所以同学也用普通型来回答。授業が終わったらすぐ帰る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 。授業が終わってもすぐ帰らない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 。好，17题就稍微要注意了。山田さんが行かなかったら、川島さんは行く。山田さんが行かなかったら。川島さんは行く。山田さんが行かなかったら川島さんは行く。山田さんが行かなかったら川島さんは行く。山田さんが行かなくても私は行く。山田さん。不是不是。这个是要回答哇达西，前面不是卡瓦西玛吗？对，有没有？这边会叫他卡瓦西玛三世。通常日本人是知道对方姓的话，不会用阿纳达，所以这个卡瓦西玛三世阿纳达，你会去吗？那卡瓦西玛三回答一定是我啊，对不对？老师前面。你再好好看题目，那你们看完再跟我一起念。这边的话是三爷，如果不去的话呢，你会去吗？对，就算他不会去，我会去啊。你看那个对吗？去啊，是要夜的，去啊，去。我大西哇，我会去就是了，是这样吗？就问，就算他不去，我还是会去啊。那可以回答北川吗？
地卡那
耶哦，那这边的话我们会用哦，对不对？你看一下哦，到二十七课的时候，那个助词的原来十八课是用哦，对不对？二十七课的时候就改了了，可以吗？可以买得起的是这个这样子，指定是这个，这个大的话是指定是车子，要买的是车子这样子，好。那这个可能性怎么变？来，第三类，希玛斯我们十八课就教过的，得希玛斯会嘛？好，十八课就教过，对不对？ピアノができます能力。好，再来。きます这个字就要是被こなります，所以き这边变空。好，第二类的话呢，第二类最简单的，就ます去掉之后加なります，那就可以了。所以寝ます变能够睡得早就寝られます。起きます起得来起きられます。第二类好都是なります。好，再来的话是其实。动词变化比较难的都是第一类，那这个地方我们就把一段改成 A 段。什么叫一段改 A 段？来，五根伸出来，这一根叫一段。啊、一、u、e、o， 五段动词有没有？啊段的话改的是十七课的哪一篇，可以吗？那一的话这边是 mas 对 mas 型。好，这边的话是改字典型，十八课改过了，对不对？十七个改过了，对不对？好，这边的话，这一根叫改可能性，二十七个的，所以五根手指头很好用哦。所以我如果改，看那西马斯对不对？沙西斯 C， 西就改 C， 你手拿出来比，反正就是这一根就对了，就一行。再来，哪里马斯？拉里勒雷，哪里马斯？莫吉马斯。他七次嘿，我对吗？是，可以哈。一、二、一、二、哎哎，是卡伊马斯，所以这边的卡伊马斯也是一样。二、一、二、哎，卡伊马斯，所以这样子变。好，那同学回来刚刚的讲义的第二页，讲义的第二页，第七题，我们也是用二十七课的句型。好，用二十七课的句型来。お金がたくさんあったら幸せになれますか？どうぞ。お金がたくさんあったら幸せになれますか？なることができますか？改成なれますか？可以哈。もう一度。お金がたくさんあったら幸せになれますか？お金がたくさんあったら幸せになれますか？いいえ、お金がたくさんあっても幸せになれません。いいえ、お金がたくさんあっても幸せになれません。いいえ、お金がたくさんあっても幸せになれません。再看第三页的第九题。男の人だったらこの荷物が持てますか？どうぞ、読むか？どうぞ。男の人だったらこの荷物が持てますか？要改成が。可以哈，この荷物が持てますか？再一次。男の人だったらこの荷物が持てますか？男の人だったらこの荷物が持てますか？いいえ、男の人でもこの荷物が持てません。いいえ、男の人でもこの荷物が持てません。男の人でもこの荷物が持てません。いいえ、男の人でもこの荷物が持てません。好，
再来的话是第十二题，第十二题。啊，コーヒーを飲んだら寝られませんか？コーヒーを飲んだら改这边，寝られませんか？寝られませんか？コーヒーを飲んだら寝られませんか？コーヒーを飲んだら寝られませんか？いいえ、コーヒーを飲んでも寝られます。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 あ、可能性是二十七课，你没有买课本的人自己回去就看一下二十七课。好，这是可能性的变化。好，再来的话，请同学翻开第四页。重いですよ。持つことができますか？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 大丈夫です。重くても持つことができます。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 很重哦，拿得动吗？没问题，再重也可以，自己拿得动。以及本がたくさんありますね。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 でも買っても全然読みません。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 书有很多页，对呀、啊，就算买了也都不看啊。你今晚用心がなかったら食事に行きませんか？今晩用事がなかったら食事に行きませんか？今晩用事がなかったら食事に行きませんか？いいですよ、行きましょう。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 今晚上如果没有事的话呢，要不要一起去用？要不要一起去用餐？好啊，走吧。日本語の勉強は大変ですよ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 。勉強する時間がありますか？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 大変でも頑張ります。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 啊，日本的学习很辛苦哦。这边的用的话是提醒、叮咛对方。勉強する時間がありますか？那你有念书的时间吗？有。啊，再辛苦还是会努力。大変でも頑張ります。じゃあ、暑い時エアコンをつけますか？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 いいえ、暑くてもつけません。いいえ、暑くてもつけません。暑くてもつけません。いいえ、暑くてもつけません。体に良くないですから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 。热的时候你会开空调吗？
不会，再热我都不拍，因为这身体不好。好，这个是纯属力那个练习哦。不，毎日太鼓我不会对吗？是的。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 いいえ、テストがあったら覚えます。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 你每天都有在记单词吗？在背单词吗？没有，有考试的话我会背。僕、ロシア語ができると聞きましたよ。ロシア語ができると。聞きますよ。听说你会俄文。ロシア語ができると聞きましたよ。ロシア語ができると聞きましたよ。でもできてもあまり役に立ちません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 よ。役に立ちます是有作用、有帮助。今天的话是没有作用，所以对我有学过，但是呢，就算会呢，也派不上用场了，也没什么作用了，很少用到哈。哦，以及六页，也请你，ここに車を止めてもいいですか？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 夜10時になったら止めてもいいですよ。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 这里可以停车吗？好，医生，晚上十点之后可以停。好，这边的优势传达资讯消息给对方的时候，晚上十点之后就可以停哦。阿吉，学校の住所も書かなければなりませんか？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 わからなかったら書かなくても構いませんよ。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 这个我们在十五课的时候叫做テモいいですか？有没有？你回去下看十五课。テモ構いませんか？一样的句子，可以吗？也不介意吗？でも構いませんが比较客气，也不介意。十五课的时候有补充过，在讲义里面，这样也可以吗？我可以做这个动作吗？这个也不介意也没有关系吗？是一样的意思。所以这边是書かなくてもいいです。好，所以没有写也不介意，也没有关系，也无所谓。好，这边是学校地址也必须要写吗？如果不知道的话可以不用写。明日も会社へ来なければなりませんか？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 仕事が終わらなかったら来てください。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 今天也必须要到公司来吗？如果工作没
没有结束的话呢，请过来。就拜你几拜，就得搞过一起嘛，是搞啊。拜你几拜，就得搞过的一起嘛，是搞。拜你几拜，就得搞过一起嘛，是搞啊。拜你几拜，就得搞过的一起嘛，是搞。でも雨だったらバスで行きます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 。每天都骑摩托车、骑机车去学校吗？是，但是如果雨天的话呢，我会搭公车去。就已经吉田さんが紹介してくれた店の場所がわかりましたか？吉田さんが紹介してくれた店の場所がわかりますか？吉田さんが紹介してくれた店の場所がわかりましたか？吉田さんが紹介してくれた店の場所がわかりますか？パソコンで調べたらすぐわかります。パソコンで調べたらすぐわかりました。パソコンで調べたらすぐわかりました。パソコンで調べたらすぐわかります。啊，那个吉田，帮忙你帮忙介绍给你那个店的场所，你知道了吗？知道了。不用电脑查一下就很快就知道了哈。啊，私は日本語がまだ下手ですが、大丈夫ですか？私は日本語がまだ下手ですか、大丈夫ですか？私は日本語がまだ下手ですが、大丈夫ですか？私は日本語がまだ下手ですか、大丈夫ですか？日本語が上手じゃなくてもこのバイトはできますよ。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 啊，他这边先介绍一下说，他的状况，就是我的日文还是不行。那这个没有问题吗？可以吗？啊，这份工作可以，我可以做吗？对方说是的，可以。就算日文不会呢，你这份打工也可以，所以他不需要会讲日文的，啊，这份工作。第二三，授業を休んだことがありますか？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 いいえ、忙しくても日本語のクラスは休みません。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 あ、他说你上课请过假吗？没有，再忙的话，日文课我是不会请假的。日本語のクラス用蛙有没有？其他课我可能会请，日文课我不会请，是吧？举例而已哦。中村さんはよくタクシーに乗りますね。中村さんはよくタクシーに乗りますね。あ、中村さんはよくタクシーに乗りますね。中村さんはよくタクシーに乗りますよ。中村さんは駅から近くでも歩いて行きません。中村さんは駅から近くても歩いて行きません。中村さんは駅から近くても歩いて行きません。中村さんは駅から近くても歩いて行きません。
好，这边是 A 跟 B 在讲中村的事情。他说：“哎，中村很常搭计程车耶。”呢，确认啊，寻求对方的同意。对方同意了，对呀、啊，那个中村哦，就算车站再近哦，离得再近，他也不会走路去了。就哦，最近我们是哪里去吃吗？先噶，我一时都去吃吗？是的。Open 的话是什么 ？Open 开幕吗？对，开场话开幕。在最近 Open 的店是去吗？先噶。最近 Open 的店是去吗？先噶。我一时都去吃吗？是的。おいしいと聞きました。おいしくても待ちたくないですから、ちょっと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 。所以 B 怎么样？拒绝他了，可以吗？再好吃我也不想等。所以好，这是他们两个人之间的对话。他说要不要一起去最近开幕的那家店呢？听说很好吃。好，两个同学，两个练习。好，先让同学练习完，然后下一节3:05的时候进来。好，练习完再自动休息。叫好有安全感。我家现在叫好有安全感。我家现在工作的。像你今天怎么上？真的不是一般的。没有啊，继续上啊，大不了的。慢的也是不行的。第好，这边的话呢，我们是把这一课的举起跟23课的举起。好，这边的话呢，我们是把这一课的举起跟23课的举起，然后来结合在一起做复习。所以你有自题吗？刚才的同学可以看，也有这样的句型。好，例句，所以你有自题，刚才的同学可以看，也有这样的句型。好，各例句。私は参加を飲むと眠くなり。私は参加を飲むと眠くなり。お酒を飲むと眠くなります。私はお酒を飲むと眠くなります。私はお酒を飲んででも眠くなります。私はお酒を飲んでも眠くなります。私はお酒を飲んでも飲むと眠くなりません。私はお酒を飲んでも眠くなりません。でも難しい本を読むと。所以只有四题而已，大概的同学可以看，也有这样的句型。好，例句，啊，但是我三天我弄不动，怎么可能？第六页，豆豆。我担心我三天我弄不动，怎么可能呢？啊，但是我三天我弄不动，怎么可能呢？我担心我三天我弄不动，怎么可能呢？你说我一喝酒就会想困。好 ，B， 私はお酒を飲んでも眠くなりません。でも難しい本を読むと眠くなります。私はお酒を飲んでも眠くなりません。でも難
他西方哦有木头内蒙古哪里吗？私は歌詞を読んでも眠くなりません。でも難しい本を読もうと眠くなります。私は酒を飲んでも眠くなりません。でも難しい本を読むと眠くなります。1、私は寝る前にたくさん食べると太ります。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 私は寝る前にたくさん食べても太りません。でも運動しないと太ります。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 好，医生，我睡前如果吃很多就会胖。好，医生，我睡前吃很多，好也不会胖。但是如果不运动就会胖。你，私は甘いものを食べると元気になります。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 私は甘いものを食べても元気になりません。でも家族の笑顔を見ると元気になります。私は甘いものを食べても元気になりません。でも家族の笑顔はい、私は甘いものを食べても元気になりません。でも家族の笑顔を見ると元気になります。私は甘いものを食べても元気になりません。でも家族の笑顔を見ると元気になります。好，医生说呢，我如果吃甜食就会有精神。比如说我其实吃了甜食也不会有精神，但是呢我看到家人的笑容我就会有精神。三，私はみんなの前に出ると緊張します。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 私はみんなの前に出ても緊張しません。でも好きな人の前に出ると緊張します。私はみんなの前に出ても緊張しません。でも好きな人の前に出ると緊張します。私はみんなの前に出ても緊張しません。でも好きな人の前に出ると緊張します。私はみんなの前に出ても緊張します。でも好きな人の前に出ると緊張します。好，这边的雷妈子当出现，好，可以吗？出现。好，我如果出现在大家的面前，我就会紧张。比如说，好，我就算出现在大家的面前呢，我也不会紧张。但是呢，我出现在喜欢的人的面前呢，我就会紧张。有，私は恥ずかしいと顔が赤くなります。私は恥ずかしいと。私は恥ずかしいと顔が赤くなります。
私は恥ずかしくても顔が赤くなりません。でも怒ると顔が赤くなります。私は恥ずかしくても顔が赤くなりません。でも怒ると顔が赤くなります。私は恥ずかしくても赤くてもなりません。でも怒ると。演奏呢，我一害羞脸就会变红。好，你说就算害羞呢，啊，或者感我就算丢脸呢，我脸也不会红。但是我一生气脸就会变红的。好，这边也是请同学做练习。好，这样的练习是这个版本。まだ時間がありますから急がなくても間に合いますよ。
がありますが、急がなくても間に合いますよ。まだ時間がありますから、急がなくても間に合いますよ。啊，因为还有时间，所以呢，就算不赶也赶得上，就算不用急也赶得上。就大変でも富士山に登りたいです。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 啊，再辛苦我也想要爬富士山。就使い方が簡単じゃなかったら買いません。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 好，如果使用方法不是很简单的话呢，我就不买。好，第五大题来，请同学来做练习。好，レンさん、休みが一ヶ月あったら。没关系哈，来，コウさん、休みが一ヶ月あったら。旅行的话，后面的助词用に。旅行に行きたいです。旅行に行きたいです。週末天気が良かったら。OK， 友達に会いたいです。道がわからなかったら、スマホで調べます。あ、スマホで調べます。用手机查。OK， 用雨が降っても雨が降っても公園を散歩します。就算下雨，我也要在公园，怎么样？散步。OK， 我毎日練習しても。歌が上手じゃありません就可以了。好，或者是讲好上手になりません。不会进步。嗯，再怎么练习还是不会进步，没有进步，这样就可以了。这样是比较日文式的，可以吗？哦，再练习还是不会进步啊，还是没有进步。毎日練習しても上手になりません。好，那请同学翻开十八页。好，十八页的话要请后面的同学来做扫描。十八。私は明日時間があったら散歩に行きたいです。我。这样子好了，私は明日散歩に行きたいです。我明天要去散步，但是假设这几种状况，第一个時間があったら，第二个暇だったら，有时间空，还有天気が良かったら。好，那什么时候你想要买什么东西？一季，来，李さん。私はお金が。这边换这边。私はお金があったら車を買いたいです。車があったら車を買いたいです。あ、じゃあお金があっても。話は一緒だ。不一样。啊？我为什么笑呢？你念出来。哪一个？这个。私は。哦，私はお金持ちだったら車を買いたいです。お金持ちだったら有钱人对，好，没有，我刚刚看到的是这个，我随便写，对对对，你也，然后你说你即使有钱你也不买车，因为我刚好看到这个时候笑了，不是因为不会开，开，然后好，那。你有一样的吗？嗯 ，OK， 好，什么状况你不会出门？心里不舒服。
他那站的休息要把那干掉了，你看见吗？对 ，OK。还有什么状况不会出门？台风が来たら出かけません。好 ，OK。还有再来的话是，这道题好不好？お金があったら。新しいパソコンを買いたいです。啊，秀长说想要买新电脑，新しいパソコンを買いたいです。お金があっても。お金があっても、はい、外国旅行に行けません。OK。好，是真的吗？是吧？那是我。啊，じゃあ会いたかったら，谁想见谁的话？友達に会いたかったら電話します。好吧，電話して約束します。啊，好，没关系，听别人的。会いたくてもあ友達に会いたくてもあ時間がありません3番目のあ何か嫌いだったらよく討厭什么的话納豆那前面有，前面有，对。刚才有提到一个，嗯，可以不用吃。野菜が嫌いだったら、食べなくても。如果讨厌青菜的话，食べなくてもいい。嗯，可以不用吃哦。でもいいです。野菜が嫌いだったら食べなくてもいいです。好。だったら。最后一题。失败了。你可以不要吃它，我看到它。最后一题，野菜嫌いでも。他刚好跟你写相反的，野菜が嫌いでも食べなければなりません。有很多小朋友不吃青菜，对不对？对，那你会告诉他，就算讨厌青菜，是一定要吃。好，老师，我可以做茶分店给他吗？就算讨厌还要吃，对吗？诶，野菜が嫌いでも茶分店给他吃。那也跟小孩子在现场的时候可以了，现场，起来给我特别点个大赛，特别大赛，感觉有一点怪怪的，好，就算讨厌还是一定要吃，会比较顺一点，好吧？再来的话哈，十九页来，我解释一下十九页。十九页的话是看各位同学，看各位同学，想要写作文的可以写，但是呢，我有已经有收到一篇，但是他写的是，年轻的时候的愿望，不写年轻时候的愿望，因为年轻的时候的愿望是。那你再看看，有没有？是不是？那你大一点的话是未来。好，所以各位同学已经很年长，但是还是可以有一些愿望。我不是有讲过，有一个学生75岁，老先生哦，很喜欢音乐，也喜欢阅读。哦，我写这一篇的时候，我们想要教他写说他的愿望是要。参加日文检定考试，好，这也是小愿望了哈。所以你看他这边写个“コーデだらコンピューターの会社を作りたいです”，下面有没有？今は私は学生です。好，这边的话是就是写你将来的梦想。
毕业之后呢，我想要开电脑公司。那结婚之后，我想要住大的房子。给恭喜的啦，又有吉尼斯名单的是。啊，各位同学梦想都已经完成了，写小小的就可以了，过去的就不用写了。啊，自由啊，自由，想要教的啊都不用勉强。暑假里面随时啊。再来请翻开二十页，二十页。20ページ。はい。時間があっても手紙を書きません。時間があっても手紙を書きません。バスが来なかったら歩きましょう。バスが来なかったら歩きましょう。はい。3、寒かったら温かい料理を食べます。寒かったら温かい料理を食べます。あ、这个地方特别注意的是、温かい料理有没有？我们都会说吃热的，对不对？日文里面是温かい，可以哈，好，热食。じゃあ、よ、天気が良かったら散歩しましょう。天気が良かったら散歩しましょう。お、嫌いでも食べなければなりません。嫌いでも食べなければなりません。六、もし子供が生まれたら忙しくなると思います。もし子供が生まれたら忙しくなると思います。这里用もし你们看到，如果假设小孩子出生之后，小孩子出生的话呢，会我想会变得忙碌。那么明日雨が降っても野球の練習がありますか？明日雨が降っても野球の練習がありますか？いいえ、雨が降ったらありません。いいえ、雨が降ったらありません。这边的ありますか、ありません、中文的翻译也是有跟没有，对不对？但是真正的意思是举行、举办。它跟第十课的あります、ありません不一样。第十课里面的あります、ありません是状态动词，这边的话是动态动词。所以前面如果有地点的话呢，前面如果有地点，我们用で哦，地点的后面で，在这个地点举办什么样的好事情？这边是棒球的练习，嗨，好 ，B 来，いいえ、雨が降ったらありません、どうぞ。いいえ、雨が降ったらありません。没有，如果下雨的话就不去行了。那这お金がなかったらどうしますか？お金がなかったらどうしますか？友達に借ります。友達に借ります。没有钱的话，你会怎么做？你会怎么办呢？好，我会跟朋友借。Q A さんが来たら会議を始めましょう。A さんが来たら会議を始めましょう。好，这边因为指定是这个人，所以我们要用が。是这个人来了之后，我们再开始会议。好，所以指定是 A さん，我们就が。如果用わ的时候呢？我们会强调后面的好术语的句子的部分，但是这边指定 A 上谁干？九 A 给你这一档的电话をかけてください。A 给你这一档的电话をかけてください。好，到车站之后呢，请打电话给我。好，请打电话给我。再来的话，我们看一下21页。東京の地下鉄は便利です。そして綺麗です。東京の地下鉄は便利です。そして綺麗です。正的跟正的用そして。日本の食べ物は美味しいです。でも高いです。日本の食べ物は美味しいです。でも高いです。好，这边是一个正的，一个负的。本来我们第八课是用が来连接，但是这边呢，他把句子画一个圈圈，我们就用でも，但是很贵。
ました。今日学校で日本語を勉強しました。それから映画を見ました。昨日学校で日本語を勉強しました。それから映画を見ました。您是昨天哈，昨天我在学校念的日文，然后看的电影，それから好，然后用下学校へ行く用事があります。ですから早く帰らなければなりません。下学校へ行く用事があります。ですから早く帰らなければなりません。好，因为有事情要去市政府，所以必须早回家。哦，明日暇ですか？明日暇ですか？じゃあ一緒にテニスをしませんか？じゃあ一緒にテニスをしませんか？明天有空吗？今天空吗？有。好，那要不要一起打网球呢？好，第二大题也是请同学来。代念スーパーへ行きます。そしてスーパーで来。スーパー。这个介绍。好，他要买鱼。魚を買います。スーパーで魚を買います。レイさん、テレビを見ます。それから。コーヒーを飲みます。好。这个哈是个好问题，怎么奇怪？这一大题两班同学都是写一样的。基本上哈，你那个句子是没有什么错误啦，哈，没有什么错误。但是如果在进阶的时候呢，这种东西，你看电视跟喝咖啡，你会分成两个阶段吗？会吧？不会吧？哦，可以一边看一边喝，是不是？对，不是，也不是他理。好，那我请问你。你会喝咖啡是主要还是看电视是主要？看电视啊。喝咖啡和咖啡相反的。好，那这样子好了。咖啡杯250。你喝咖啡？连长，二楼100块我都嫌贵。哦，那太贵了。当然是单品的。不是，人家我们都全家问那个 seven 买那个满意送一，放在手机里，这样才会便宜呀、啊。我巴西单品。老师都不喝西西里，你我好贵啊！老师，你没有喝过，因为你不喝冰的，对不对？对，我不喝冰的。西西里柠檬气泡。没有没有，那个气泡的气泡，谢谢。好像汽水的，对不对？对，很好喝。是啊，那你也。那你也年轻。老师那不喝冰的。真的不行啊。就像刚刚前面讲。哦，一喝完那个整个身体都冻起来了。怎么热也不开冷气。对。有什么？有，那我有开，我的冷气是在吹房间，不是吹人。老师写错了，这个是28克的，哇，今天赚到了，有27跟28，暑假回去自己看一下。那个啦，就是并行，并行的话是同时进行两个动作，现在多了一个这个主曲。以前早期不是有暴走族吗？摸索走族有没有？对，暴走族这个日文，这个是从日文过来的。所以现在这个有多几个？八种股的话是一心二用，一心二用。看手机，然后就是不会只有做一件事啊，因为那个现代人太忙了哈。对。
好，叫做那嘎拉扎古，一心二用，好，可以哈。所以呢，我们会把次要动作放在前面，主要动作放在后面。所以我刚才问你说，你是主要要做什么？你要看电视的话，你就把电视放后面。那两个动词，前面那个动词的 must 去掉就可以了。这个 must 去掉，这样就可以了。コーヒーを飲みながらテレビを見ます。边看电视边喝咖啡。因为呢，句型是没有错，但是你不会那么特意哈。电视看完，然后再来，再喝咖啡。通常是电视看完再来泡澡，这两个动作是可以分开的。好，这样的句子的话会比较，怎么讲？就语感会比较好一点，好，但是没有关系，就是反正是日文里面是 OK 的。来，私は映画が好きです。でも、時間がありません。時間がありませんからあまり見ません。じゃあ、好吧，完整。因为没有时间，所以不大看。時間がありませんから。あまり見ません。日本の大学に入りたいです。ですから、好きな仕事がちょっとことができます。愿望是想要上日本的大学。ですから、所以要拼命念日文。一生懸命日本語を勉強しなければなりません。このシャツはいくらですか ?1900 円です。そうですか。じゃあ。買います。你要買よ。要買的話、不是買います。是。あ、想買じゃあ。どうですか。じゃあ。可以啊、可以想買啊、不買啊。随你们挑啊。那怎么写？買。じゃあ。これをください。第三课的，全部还给我的，对不对？对。じゃあこれをください。有没有？第三课就教了。可以讲，我们应该是吗？可以啊。お、また。これをお願いします。可以啊。また来ます。那我会再来。老师，第四题那个一生懸命后面怎么写？一生懸命日本語を勉強しなければなりません。勉強しな。OK， 谢谢。可以啊，不用写嘛哈。要不要写？なりません。日本語を勉強しますよ。勉強しますよ、可以了。是哪一种漂亮？是漂亮还是？你如果看到这样子的话也一样，因为你去日本可能有时候会看到这个字，可是这个字就锁了，没有长音，可以吗？就没有长音。一生全命跟一锁全命是一样的，锁的话是比较古字，所以你如果看到都一样。下
现在比较少这种音乐。啊？现在比较。对啊，现在课本出现都是一声呢。好，我们请其他部分先看，我有这个下礼拜因为要播放 DVD， 所以我要把那个我要的进度先带完。147课本。147页。23、24没关系，那个没有上完的，那有一些部分我会斟酌，有一些不上我直接把答案给你们，也没有问题的，那个就会留在最后面。好，147页来看一下。好，这边的话是送别会，送别展。好，这什么？伊拉桑怎么样？调到总公司了。来，听听，おめでとうございます。Thanking, おめでとうございます。Thanking, おめでとうございます。Thanking, おめでとうございます。ありが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 とうございます。ミラさんが東京へ行ったら寂しくなりますね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 。そうですね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 。東京へ行っても大阪のことを忘れないでくださいね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 。もちろん皆さん暇があったらぜひ東京へ遊びに来てください。もちろん皆さん暇があったらぜひ東京へ遊びに来てください。もちろん皆さん暇があったらぜひ東京へ遊びに来てください。もちろん皆さん暇があったらぜひ東京へ来てください。皆さんも大阪へ来たら電話をください。皆さんも大阪へ来たら電話をください。皆さんも大阪へ来たら電話をください。皆さんも一緒に飲みましょう。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 え、ぜひ。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 皆さん本当にいろいろお世話になりました。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 あ、頑張ってください。お体に気をつけて。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 はい、皆さんもどうぞお元気で。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 啊，这边的话是 Kimura san， 啊 ，Kimura san 这个女生，本来好像问出那个米拉桑要追她，对不对？她说，恭喜你调职了，所以米拉桑说谢谢。好，他继续说，ミラさんが東京へ行ったら寂しくなりますね。像这种话也是一种，社交，就是朋友要离开的时候，我们通常会讲说啊，如果你不在，我们会很寂寞哦，表示你是很重要的人。好，ミラさんが東京へ行ったら寂しくなりますね。好，如果你到东京的话呢，我们大家都会变得很寂寞。
好，佐藤就附和他说：“是啊，そうですね，同意。”好，東京へ行っても大阪のことを忘れないでくださいね。啊，其实就算你到了东京，也不要忘记。好，跟我们在一起在大阪的点点滴滴。好，皆さんそう、もちろん皆さん今があったらぜひ東京へ遊びに来てください。好，当然呢，もちろん就是这个字哈，现在是不会写的，我有写过给你们，对不对？那种是论文很深的文章的时候才会，就是当然。皆さん今があったらぜひ東京へ遊びに来てください。各位如果有空的话呢，请你们务必要到东京来玩。暇这个字哈，我们在第八课、第九课的时候问人家有没有空的时候，直接问暇ですか？不会用暇がありますか？你会去找句型，不会。但是这一课里面，如果你有空的时候，哎，就可以带暇があったら OK。那我说，哎，你明天有空吗？明日暇がありますか？不用，会用。阿斯卡伊玛迪斯卡，这样来问人家，好不好？好。皆さんも大阪へ来たら電話ください。皆さん也是啊，你如果来大阪的话呢，请给我们电话。好，一緒に飲みましょう，我们一起喝一杯。三个是啥？这个巴西人。好，哎，ぜひ，哎，ぜひ的话就是务必，对于自己的期望啊，或者对于对方，我们有讲过。自己就用派的是，对方就用嘿可大塞。你看米拉桑的那个这一行有没有？米拉桑伊玛嘎阿达拉，这里东京诶阿苏比尼给的可大塞，这里加嘿可大塞，对方你们呐。好，那这边的米拉桑说诶，这里的话是我啊，我一定会想要打电话给你们。皆さん本当にいろいろお世話になりました。啊，各位真的是非常谢谢大家的照顾。好，啊，佐藤继续说了，頑張ってください。お体に気をつけて。好，请加油，请努力。好，那请小心注意身体健康。はい、皆さんもどうぞお元気で。好，お元気でで这个字是久别，要分开很久的时候，请保重。好，那各位也请你们要保重，这样子。这边的话，同学请稍微做练习一下，再下课好不好？你的久别说多久啊？久别就分开了。一般我们如果还会见面，不会啊。比方朋友要出国或要离开这个地，两个月以上他这个已经不会跟他在一起了，他已经要调到东京了，调到东京了。对啊，哦，如果定期的这样不会用了，就是要离开这个环境了。对，好，那个在这边同学就练习完再自动下课。线上同学，那我们就收线了，然后请你把后面那个作业做完哈。DVD 下礼拜我们再看。太平洋上，太平洋上，谢谢。